坂本勝ち越しタイムリー、ノイジー暴走。打てる捕手来た。坂本にも打たれるやつ、これは床田が悪いやろ。坂本素敵すぎる。阪神は坂本、オリックスは若月、こういうところでキャッチャーが打つね。ここに来てシェルドンと坂本っていうシーズン中あまり目立ってなかった人が活躍する阪神はやっぱ強いわ。勝ったらクスの MVP は坂本かな、もしくは木浪かな。ディフェンスの貢献度神なら坂本やな。坂本のライト前タイムリーヒットで阪神1点勝ち越し、ノイジーは暴走だな。ノイジー暴走臭すぎる。ノイジー暴走でアウトになっちゃったけどノイジー判断、それともコーチが回したのかな。ノイジー暴走に見せかけて、キリ式イニングまたぎさせたから神でしょ。ノイジーの暴走、カープファンを絶望させないためにわざとやった説ある。ノイジーの暴走に突っ込みたくなるけど、このチャンスを作ったのはノイジー衝撃の死球なんよな。暴走というか単純に遅すぎるよノイジー。まあノイジー点取るためのフォアボール取ったので、暴走も許しましょう。坂本神がってるナイスタイムリー、ノイジー、コーチが止めてるのに走ったらあかんやん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。